これ白内障です。目の表面は角膜は綺麗なんだけど、目の奥のレンズが白くなってる。だけど年取ってからなるのはまだあるんだけど、若くてこういう風になるのってさ、例えば糖尿病があるとかね。でおしっこ調べたいなと思ってここに入れてたけど、おしっこはしんかったんで。はい、じゃあこっち向きでね。ごめんね、ちょっと注射するよ。多分ねすごい悲しい声が出ちゃうと思うんだけど。点滴はこれです。乳酸リンゲっていうごくごく一般的な点滴を皮膚の下に溜めますのでね、これがね泣くんですよ。申し訳ないけど、はい、ごめんね。そう、ごめんよ。関してはね、ちょっと弱ってる時にどうこうができない。はい、はい、ただ大きい方のやつだけはちょっとチェックしますけどね。今これ総合ビタミン剤と心臓とか肝臓をちょっと機能を高める薬、それからエンドフロキサシンはモルモットに使って大丈夫な抗生剤です。次が何だっけな、メトクロプラミド、胃腸のガスを減らして胃腸をガス化する、ブプレノルフ痛み止め、ごめんね。もう一個ね、最後メロキシカムっていう消炎鎮痛剤、みんなモルモットによく使う薬ですね。いいよ、はい、これちょっと針外して、はい、気をつけてね、はい、それからちょっと補定変わってくれる。いや、じゃあ持って、ちょっとこの細胞神経でちょっと針刺して抜いてみますね、ここね。あ、抜けない。はい、じゃあ抜けないか。うん、変わって。で、準備して。あの、細胞神経。頑張ろう頑張ろう。はい、ごめんね。あ、抜けないね。ちょっとだけ液体が取れたから、これをちょっと調べてみますんでね。うん、いいかなと思ったら違う。
はこっちの2枚を。さてと、そんで、どっちがどっち？あ、どっちだ。こっちがどっちだ。こっちが、うん、そうだ。3、3だ。ラフテの方が多いね。こっちに気にして。うん。これはモルモットセレクションの、あの、手と、ちょっと砕いて、ふやかしたやつね。ちょっと、これはちょっと一回やってみますね。